しっかり者の,の鈴の兵隊あるいは、鉛の兵隊は、ハンス・クリスチャン・アンデルセンの創作童話の一つ。子供のための童話新集第一冊に、ひなぎく、のの白鳥と共に収録され、1838年にコッペンハーゲンで刊行された。アンデルセンの創作活動機の中でも、比較的初期の作品である。無生物を擬人化し童話中に登場させる技法は、 アンデルセンが童話に新機軸をもたらしたものの中で最も際立ったものの一つであり、本作は無生物が生命を与えられて登場したアンデルセン初の作品である。ビルヘルム・ペーダ戦の差し入ある男の子の誕生日祝いに古い鈴のサジから作られた25人の鈴の兵隊が送られた。その中の最後に作られた兵隊は材料の鈴が足りなくなり一方に足であった。 一本足の鈴の兵隊は髪を切り抜いてできた踊り子の人形に思いを寄せる。その踊り子は一方の足で立ち、もう一方の足を高く上げていた。一本足の兵隊は踊り子も自分と同じ片足であり、彼女が自分のお嫁さんにぴったりだと考えたのだった。明る朝、兵隊は窓から開花に落ちてしまう。町の子供が兵隊を拾い紙で作った船に乗せて、 溝へ流した。流された兵隊は滝から落ち、最後には魚に飲み込まれてしまう。魚は人間に捕まえられ、偶然にも男の子の家に飼われて、元の場所に戻ったが、男の子は暖炉の中に兵隊を放り込んでしまう。兵隊が燃えていく中、風が吹き、神の踊り子は風に乗って、暖炉の兵隊のそばに飛ばされ焼け失せてしまった。 一本足の鈴の兵隊もだんだんと溶けていき、小さな塊になってしまった。次の日に暖炉の灰をかき出すと、兵隊はハート型の小さな鈴の塊になっていた。船に乗せられた兵隊が水に沈むとき、どこからか歌が聞こえてくる場面があるが、この歌詞は、デンマークの海長ヒュイトフェルトの勇敢な行動を叩いたものである。この歌詞の日本語訳については、 下記の通り大別して三種類の解釈がなされている。ありがとうございます。